東京五輪の女子ゴルフ競技は4日から7日まで4日間の72ホールストロークプレーで争われる。112年ぶりに正式種目として復活した前回のリオデジャネイロ五輪では韓国の僕ひとしひが通算16アンダーで2位のリディアコニュージーランドを振り切り金メダルに輝いた。日本代表は 米ツアーを主戦場にする野村聡志が通算9アンダーをマークし4位タイと検討。銅メダルまであと一歩に迫り、もう一人の大山志保は通算8オーバー42位に終わったが、それぞれが国を代表する大舞台で貴重な経験を積んだことだろう。五輪競技復活から2度目の開催となる東京五輪には、 日本から畑岡奈社と稲見萌康氏が出場資金メダルを目指す。男子は新型コロナウイルス検査で陽性となり、欠場を余儀なくされた選手や、ダスティン・ジョンソン、米のようにツアーを優先するため、来日を見送った者も,もいるが、女子は資格のあるプレイヤーがこぞって参加予定。真の世界一を決めるに、 ふさわしい大会となりそうだ。世界ランキング9位で五輪に臨む畑岡は、先月11日まで開催されていたマラソンクラシックで、米ツアー4勝目を挙げたた、6月の全米女子オープンでは、優勝した佐藤ゆかとともに、プレイオフを戦いに、250ヤードを超える、飛距離と安定したショットと、パッドを武器に、 ハイレベルなプレーを続けている。大会前には、畑岡の声掛けで、男子代表の松山秀樹、星野陸成と舞台となる、霞ヶ関関ツリークラブでの練習ラウンドが実現。五輪でなければありえない豪華ラウンドを共にし、男子プロのアプローチのテクニックなどをしっかりチェックした。畑岡は、茨城県出身。 1999年生まれの22歳で、昨今女子ゴルフ界の中心にいる黄金世代の一人だ。霞ヶ関 CC は、ジュニア時代から親しんだコースで、大会用に大規模回収されたとはいえ、海外選手に比べれば、圧倒的な地の利がある。アドバンテージを生かして、世代の代表として、 開挙達成なるか注目したい。6月28日時点の世界ランキングで、畑岡に次ぐ、日本勢2番手の27位となり、五輪への切符を手にしたのが、稲見だ。当初は、畑岡こそ、五輪出場が確実視されていたが、2番手を争っていたのは、渋野雛子と、古江彩香で稲見は、県外にいた。ところが、 今年に入ると、明治安田生命レディスで優勝し、ヤマハレディースオープン勝ツぎ富士フイルムスタジオアリス女子オープンで連勝。この後も2勝し、2021年だけで5勝をマーク。圧倒的な強さを見せ、滑り込みで代表入りを決めた。稲見の強さは、練習の虫から生まれたスイングの再現性にあると言われる。 それを証拠に、パーオン率は74.47%で2位、フェアウェイキープ率74.35%も12位と高い水準で、さらにパーセーブ率は90.13%で、トップとショートゲームにもたけている。またゴルフ以外にも、ヘイトトレーニングや、キックボクシングなど、主にスタミナ作りや、 体幹強化にも取り組んでおり、他の女子プロたちと一線を画しているのも特筆すべきところだ。これまで世界のトッププロとプレーをする機会はほとんどなく、大舞台での経験が浅いところは、畑岡と異なる部分だが、今年のプレーを見る限り、ビッグタイトルへの期待は膨らむばかり。 三十一日まで楽天スーパーレディースでプレーしていた稲見は休みなしで五輪に挑むことになるが、それが吉と出るか、今日と出るかも注目される。海外勢に目を移すと五輪連覇を目指す方や、ネリー・コルダ、米、古ン,ン・四冠、歴史・トンプソン、米など一流どころも当然目を引くが、ここはフィリピン代表として、 五輪に臨む笹生のプレーが楽しみだ。日本とフィリピンの国籍を持つ笹生は今年の全米女子オープンで日本人女子3人目の海外メジャー制覇を達成。フィリピン人としては男女を通じて初となるビッグタイトルを手に入れた。ロリー・マキロイ、北アイルランドに憧れる20歳の笹生はスイングがマキロイと激に 女子プロとは思えない飛距離を武器に、昨年の国内女子ツアーで、いきなり2連勝すると、一気にスターダムにのし上がった。快挙を成し遂げた、全米女子オープン以降も、先月出場した、米ツアーの2大会は、共に5位と調子は上々。五輪で参加する国籍は異なるが、故郷でのプレイに当然気合いも入るはずで、 畑岡、稲見にとっては手強いライバルとなることは間違いない。果たして畑岡と稲見は日本にメダルをもたらすことができるのかあるいは佐藤がまたまたビッグニュースをフィリピンに届けるのか ?4 年に一度の決戦は間もなくティーオフする。次のオーディオビデオでお会いしましょう。